皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関してね、言及させていただきたいと思います。これ以前もね、言及させていただいたものになるんですけど、何かというとピースボートって皆さんご存知ですよね。そのピースボートっていうのは、まあ、全国にね、あのポスター、そういった飲食店とかに貼らさせてもらって、それでなんかよく世界一周のクルーズ船でっていうのがあると思うんです。200万円とかね。その中で、まあ、いわゆるそのジャパングレースというところが、経営してるわけです。ジャパングレースがね。でジャパングレースが、経営してる、まあ、ピースボートということ、運営してるピースボートということで、これに関して、まあ、今のこのご時世ですので、結局クルーズ船がね、クルーズ船が、なかなか運航できないようになってるわけです。その中で、まあ、これはね、元旅行会社の社員ということで私は語らさせていただきたいと思いますけど、そしてデルミュークラブの破産問題に関しても数多く、自分自身がね、言及してきた身です。これに関してはメディアに、ね、出演、ラジオとかテレビとか雑誌、そういったものの執筆や出演で意見協力とかね、してきた身ですけど、その中で、ね、何が起きているのかということです。これに関しては、まあ、実際このね、電話でキャンセルを申し受けたんだけど、まあ、いわゆるそのキャンセル、いわゆるそのね、返金してほしいって言ったんだけど、返金がね、結局なされなくて、36回払い、いわゆる分割払いを提案されてということ、これを、まあ、お願いという形で、ね、やっててということで、なかなかそれがね、それでは嫌だということで、返金、一括返金してくださいというふうに言ってるんだけど、返金されないという、事例です。まあ、これに関してはね、もし、このチャンネルをね、ご覧いただいている方もいらっしゃると思うんですけど、もしそういう方いらっしゃったらね、記事化もさせていただきたいと思ってるので、ぜひご連絡いただければなって感じはします。じゃあ、これは何が起きてるのかということです。まあ、自分自身もともと旅行会社働いた身で、例えば航空会社に関してもそうなんですよね。航空会社に関して、例えばエミレーツ航空で予約して、本当は3月に出発する予定だったんだけど、それに関しては結局便が飛ばなくなったということで、運休ね。それで、通常であれば、まあ、全額返金されると思ったんだけど、予約時のいわゆる規定が当てはまるということで、3万円の、キャンセル料、取り消し料がかかると言われて、これにはおかしな話だなって感じはしたんですけど、それも一応取り決めでね、そういうふうにやって、結局お金は、残念ながらそのキャンセル料かかってしまうってことがあって、もう一つの提案としてはトラベルバウチャーということで、旅行券ね、をという話になって、じゃあ、まあキャンセル料払ってどっちにしてもね、行くのであればねということで、落ち着いたら行く予定ですから、その中でトラベルバウチャーという旅行券にしました。それに関しては発行日から1年なんで、まあ、2週間ぐらい前に発行されたので、1年ぐらい、1年の間であればね、いつでも使える。ただこれ1年以内にじゃあ収束で出発ができなかったらどうしようもないってことだし、もしエミレーツ航空が、破産した場合はね、結局はそれって いくらかな ?8 万、だいたい9万円ぐらい払ってるんだけど、水の泡ね、損してしまうということで非常にね、難しい。で、この中でまあね、世界一周ということでクルーズ船というか200万円とかね、もっと払ってる人もいるでしょう。その中で一括返金がなされないということで、それに対して多くの方が不満を持っているということです。で、もし潰れてしまったらね、潰れてしまったらやはりそういう形で、結局はもう返金すらされないとね、泣き寝入り状態、まあ、JATA、いわゆる、弁済保証金制度ってあって、その中で払われるって本当にごく 1%、2% ぐらいの額なので、非常に小さいものです。なので、そこのところね、まあ、旅行約款に関しても旅行会社前のキャンセルについては、契約解除の翌日から7日に払い戻しをすることが定められていると言ってるんだけど、これ約款にね、違反している可能性があるというのはね、これは、旅行業界、出身の人からすればすぐ分かることです。で、そういったところでね、まあ、あるのはやはりしっかりと考えていかないといけないんだけど、何が裏にあるのかということです。こういった背景な角度裏があるわけだけど、結局は資金が足りないんです。これを全部じゃあ返金してしまったらね、まあ、いわゆる、会社が倒産してしまう可能性があるということで、それを防ぐために、まあ、そういう形で分割払いをということで言っていて、いるわけです。なので、ただ、まあ、顧客としては、ね、一括返金で返してほしいし、もし潰れてしまったことを考えるとね、これが結局、全くもって、水の泡になって損してしまうわけであって、そういったところからやっぱりね、多くの方が不満を思われていることかなって感じがします。いずれにしても、こういった件に関して、まあ、他社に関しても同じなんですけど、
旅行会社ということでね、結構このご自身でも危ないんじゃないかなって感じがします。テルミクラブということで、3年ほど前にね、破産しましたけど、あれもやはりね、結局お金が戻ってこずに泣き寝入り状態の方が非常に多いんです。ということで今回は、まあ、ピースボート、ジャパングレイスということで、これが今後どうなっていくのかというところがね、考えられるところですけど、返金はねなかなかしないでしょうね、これはね。こういった問題はね、多分いろんな他の旅行会社も起きてくると思うんですね。であとは、宿泊業、ホテルなんかも潰れてる可能性あるし、結構非常に危ない状況か、航空業界もね、非常に痛手を受けているので、こういった件に関してはね、これからもね、元旅行会社の社員として語らさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。